こんにちは。この写真は豊島園時代の風景です。豊島園閉園後から観察してきました。2020年10月25日から続けていました。2023年5月1日に練馬城址公園が開園して、3日に開園イベントがありました。なので、風景が変わっていく姿を一つの動画にします。この風景と島園から練馬城址公園になるまで動画制作をします。2020年から2023年までの動画や写真があるので。 完成までは数日では終わりません。なので今しばらくお待ちください。パソコンの保存容量の関係もあり、動画が厳しい場合は写真をつなげて一つの動画にします。この場所を動画にする理由としては見てわかりやすいということで決めました。豊島園正門や第二通用門など複数撮影していましたが、石川橋からの風景が個人的にはいいと思いました。今月中に完成できれば早いと思います。ここからはパレットタウンについてお伝えします。 先ほどの作りたい動画を聞いてくれればわかると思いますが、パレットタウンの動画は少しペースを落とすまたはお休みします。理由としてはエアリーな工事費が6月1日からなので、特に変化はないと思います。変化があったときは日本動画を同時に作成してアップロードしていきますのでよろしくお願いします。動画制作ペースについて、動画を作る人健康維持のため運動する人交互になります。2019年入院して退院してからも散歩するようドクターからの指導です。 行う理由としては歩けなくなくるリスクを減らすすためです写真や動画作成を始めたのは歩く以外に手のリハビリの意味もあります手は麻痺が残ってるので継続して続けていきます話は少しそれましたがまずは2020年から2023年の豊島まえから練馬城市公園になるまで動画を作りますお伝えすることは以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録 高評価お願いします。動画の感想などコメント欄で教えてください。こちらの動画もご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。